皆さんこんにちは。メンタルトレーナー目標達成ナビゲーターの西田初美です。いつも動画を視聴いただきありがとうございます。今回は SBT メンタルトレーニングに基づいた成功へのメッセージを皆さんにお届けしていきます。今回のメッセージは、謙虚は最大の武器になるです。皆さんは日々謙虚に過ごされているでしょうか。私はこれまでにせっかく成功したというのに、その後大失敗する人を嫌というほど見てきました。ではなぜ成功は続かないのでしょうか。それらの人の特徴をじっくり観察してみると、ある共通点に気がつきました。彼らは皆成功するまでは己に力がないことを自覚しているので、謙虚で前向きな人間でした。当然月にも恵まれています。しかしある程度の力がつき、仕事が順調に運ぶようになると、自分の力を過信し、周りを甘く見て謙虚さを失ってしまったのです。そして一緒に月も失ってしまいました。目に見えないところで見えない力が働いているのが世の中というものなのに、そういった大切なことをすっかり忘れ、まるで自分中心に動いていると錯覚してしまったのです。先人は、勝って兜の尾を締めよと、勝っても油断するな、勝利しておごりがちになる気持ちを抑えろと言っています。こんな簡単なことを多くの人は失敗して初めて気づくのです。しかし時すでに遅し、もう手遅れです。そして成功すると、以前にはいなかった強い敵になる可能性のある人間が周りにたくさんできています。それらの人を敵に回さない最強の武器、それが謙虚さなのです。皆さんは謙虚さを忘れず、目標達成を目指しましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではメンタルトレーニングとはどのようなものなのか、多くの情報を皆さんにお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。